ママにうまい棒隠された完結編でございます。というわけでね、21日目からなんですけどもね、まずは、クローゼット開けたらまあまあまあ立っております。ゲーム機みたいなのがありますね。何なんでしょうか。はい、まあ、とりあえずね、壺割ったらママ寄ってくるの法則を忘れておりました。はい、というわけで、これをどうすればいいのか、閉めとけばいいのかなんていうふうにも思いましたが、二度と閉められませんでした。ママを撲殺、撲殺かななんていうふうに思いましたけど、それも違いました。これをどうすればいいのかがわからない。この壺をね、割らないように何かを出せばいいんだ。おそらくですが、さっき割った時にコインが出てきたので、ここに入れればいいんだけども、割ったらママが来てしまうので、ママが出てこないようにすればいいのだろうなとは思ってるんですけども、やっぱり割ってね、ママ来ちゃいました。はい、というわけで、このバット、とりあえず見られたらね、まあダメでした。はい、ていうかバレバレの隠れ方するよね、ママね。これ出しといてどうすんだろうなって話なんだよね。だから、ママをここから出さなきゃいいんだ。だからここ開けるのがまず間違いなんだよね、多分ね。開けちゃったけどさ、もうさ、ここで気づいてるんだけど、ここでね、おそらくですが、このバット以外に、アイテムがないので、そう、こうすればいいというふうに気づいたのですが、まず壺を出さなきゃいけないので、まず再度取ります。で、下から、壺を出します。つっかえ棒します。割ります。はい、なんと何のこと出しなさいよなんて多分言ってるでしょうけども、はい、ここでコイン入れましたら、何か倉庫版みたいなね、ゲームが始まります。はい、これですね、赤いのが、私でございますね、プレイヤーでございまして、で、この、ブロックですね、ブロックなのかな、木の箱みたいなやつを、動かして、このね、うまい棒までね、たどり着けばいいと思うんですけど、おそらくこれね、俺うまい棒じゃないと思うんだけどね、青金から許可取ってんのかいって話ですけどね。まあまあ、パッケージとか出してないから大丈夫なのかな、わかんないけどさ。で、もう僕ね、このゲームセンスがまずないので、どうすればいいのかがまずわからないというね。はい、もうこのね、簡単な誰でも解けるようなミニゲームに、結構苦戦しておりますね。はい、どうすりゃいいんだ、私はどうすりゃいいんだ、というわけでね、ここ2倍速でいってみましょう。はい、というわけでね、まあ一目見てね、分かる人は分かると思うんですけどね、ものすごい遠回りしておりますこれね。はい、もうね、もっと近い道があるんですけどもね、もうこのおじさんはね、もう頭の回転がおそらく8ビットキー以下なのでね、全く分からない、どうしよう、あれどうしようなんつって一回戻ってみたりなんかするんですけどもですね、あ、そうだ、近道あんじゃねえかということで、ここでやっと気づきましたというわけでございました。はい、クリアでございますね。これね、確かに1ヶ月で終わりなんで、サブ30で終わりだったと思います。ということでね、早速見つかっちゃいましたけども、監視カメラみたいなのがあって、下になんかあのグーグル的なね、張り紙があって、その下になんかね、ありましたけども、ここね、ダーツの矢で、風船落ちないかなと思ったんだけど、風船使いませんでした。はい、風船じゃない、ダーツの矢使いませんでした。はい、で、風船戻ってこないかなつって今待ってるんですよね。まだかなつってタップしてみたりなんかしてるんですけども、戻ってこない、どうしようと、やっちまったと、やってもうたと戻ってこいとね、あの太陽ダーツで落ちねえかななんていう風に思ってるんですけども、もうできないからこっちでなんとかしようかなとね。お、光っているぞ、光っているぞ、光っているぞ、光って、これをダーツの矢でポーンってスッってぐさってね、はいね、負傷してしまいましたけどもね、まあ多分さっきの、風船がいるんだろうなということでね、風船待ちでございます。はい、風船、これまだ気づいてないんだね、これね、ダーツの矢でどうにかできると思ったんだけどもね、とっさの判断でですね、どうやって取ったんだろうね、でもね乗り出してこうスッって取ったら、多分あの体型だと俺落っこちて死ぬと思うんだけどね。ね、これなんとかね、 AIDEA なのか Q かなんて書いてるんでしょうね、メーカー名でしょうかね。これでも風船をどうするか分かんなかったんだけど、ここで光って、あ、これで隠すんだって、ていうかどうやって持ってったんだよって話ですけどね。このダーツの矢何か関係あるのかなとね、電球も何か関係あるんだから全く分からないね、どうすればいいんだ、あと、この後気づくんですよね。はい、まあ同じことなんでね、2倍速でいきますけどもですね、はい、
まあこっからね、だんだん後半に行くにつれ、ね、戻し作業が面倒になってくるんだけどもね、はい、まあ大体ね、ここでね、風船で監視カメラを隠します。で、あの張り紙をよく見ると止まってないところがあるんですよね。はい、あの画鋲みたいな点々がねないので、ここね何かあるでしょ。でここの暗いところをこれ光らせればということで鍵見つかりましたというわけでね、はい、うまい棒いただきましたということでございます。はい、かなりねこれカットしてますけどもね、はい、まあでもね、僕みたいなもんでも1時間ぐらいでねクリアできたんでね、まあまあまあ、あの苦手な人もいけるんじゃないかなと思う。あとですね、動画を見れば一応ヒントをもらえます。はい、まあ一応使いませんでしたけども、はい、ママなんて格好で寝てんの、しかし何やってんのこれ、ね、電話を待ってんのかな、なんかわかんないんだけどね、でテレビ、昔のテレビですねこれ。昔のね、おばあちゃんの家がね室内アンテナのこんなんでしたけどね。はい、謎の大人のおもちゃ出てきました。はい、これ何なんだろうね、これはなんか修復装置的な、なんかつきましたけど、こっからどうすればいいのかわかんないんだよね。うん、なんだろうと。でもこれは普通に考えちゃダメなんだとね。うん、さっきも水蒸気がゲットできたりしたんだと、ということでいろいろとタップしておりますね。でこのカーテン落ちねえかなとかいろいろやっております。はい、何するの、ママに怒られちゃいましてね。はい、まあこっからちょっとね2倍速で、はい、戻し作業中でございますよ。はい、大人のおもちゃを、ママに使ってみようと思ったんですけど、まあね、そんなことやったらね R18 になっちゃいますから、まあ多分テレビなんでしょう、ということでテレビのとこまで来ました。で、はい、戻りました。はい、多分復元光線ですかね。あ、 Wi-Fi ゲットですかねこれねWi-Fi 飛んでんだっていうのは、あれ間違いじゃなかったんですかね。はい、でこれどうすんだろうと、うん、これカズレーザーとか出てくるんですかねって思ったんですけども、これママのとこに持ってったら電話が鳴るんだね。でもうゲットというね、もうほんとね、もう常識で考えちゃダメなのね。はい、早速ね、なんか驚いちゃってわーっつってね、なってるんですけどね。はい、これもうママの隠れ方よって感じなんだけどね。はい、まあ鍵見つかりました、鍵が見つかりました。この時割っても何も起こらないんだね。うん、でこれが分かんないんだね。下に多分妹のね、やつがあって、まあいろいろといたずらをしようと思ったんですけどもですね、まあそんなことをね、してる場合じゃなくてね、俺はうまい棒が食べたいぞということでね、でママに早速見つかっちゃいましてですね、食欲に負けた男ですね。はい、戻し作業です。まあね、すぐですから、これもすぐですから飛ばしませんけども、はい、まあここら辺に鍵があんのかななんて思ったんですけど、やっぱりここしかね使いませんのでですね、はい、妹にいたずらをしてくすぐったからしちゃいましてですね、はい、あれはお化けじゃありませんよというわけで開けてクリアでございます。はい、クリスマスシーズンですね、12月なんですかねこれはね。はい、また大人のおもちゃでございます。はい、これはなんかね、あの復元光線的なものだと思えばいいんだなということでね、はい、クーラーを直しました。エアコンですかね。はい、クーラーなんつったらね、もうおじさんって言われちゃいますからね。はい、これはまあね、多分あの暖かくしているんでしょうということです。はい、部屋が暑くなっちゃったからペンギンが冷蔵庫の中に逃げ込んだのでゲットでございますね。はいね、もうちょっとで終わりでございますよね。はい、ママが新聞読んでおりますね。ママの後ろにございますね。さあ何がある、蛇もおりますね、蛇もね。はい、これで、ラジカセで何かを流しましたが、あ、寝ちゃいましたね。はい、ゲットでございます。これ簡単なのが急にあるんだよね。はい、大丈夫か妹よとね、何をやってんだいとね。お、なんかめくれますね。これがね結構ね苦労したんですよね、ここがね分かんなくて、うん、なんかめくれるけど何なんだいと、無限ループのやつなんですよね、あれね。うん、お、なんかありましたね。なんだこれ、腕章となんだソーイングセット的なやつなんですかね。うん、これがね、あのね、選択できないんだよね。うん、なんだか分かんないんですよ。はい、あのね、何回もタップしようとしてるんですけどね。うん、でこのドアも触れないということで、卵を後で、あの、まあ、この後多分出てくると思いますけど、卵をですね、中に入れてみるんですね。はい、ダンダンバーン、どういうことねえ、あの水入ってなかったのかな多分ね。うん、でバシャバシャバーンってなっちゃったかな。うん、でね、なんかあのペラペラめくっているうちにですね、何かができたんだけど、これがよくわかんない。これなんでこうなったのかがまずよくわかんないんですけどね。うん、で、
なぜか空いてるのこれがねよくわからないんですよ。なんか急になってたんですよねこれね、まあ少しカットしてるっていうのもありますけどもですね、はい、これでどうすればいいんだ、はいはい、またバーンってなんのかなと思ったら中に、何か光物がありまして光をゲットできるんですねこれね、はい、で、うまい棒ゲットでございますはい。でママがお料理しておりますね。お料理してるものの下に何かあります。はい、iPhone でしょうかね。なんかわかりませんけど、昔の携帯みたいなやつ、ね、昔のスマホみたいな。なんだけども黒電話っていうね、なんかよくわかんない家庭ですねこれね、オブジェですかね。わかんないですけども、これかかるんですかね。ホーム。うん。バーン。どういうことっていうね。なんで蓋しないと爆発しちゃうんだろうね。吹き込まれてる描写なんですかね。爆風、多分爆薬でも入って爆薬を煮込んでるのかな。多分あの魔女が作るさ、あのイヒヒ的なあれかな。えなんかコールしたらなんかね警備員来ちゃいます。セコムですかね、うん、おそらくね、うん、で蓋すればよかったっていうね。なんだそらって感じでしょうん、気づいちゃうとなんだって感じなんですけどね。これなんだかわかんなかった。これね、うん、実はね氷だったのね、うん、部屋の中ですよこれね。家の中に氷が張ってるんですよね。で目の前にあるから何かあるんだろうと思ってね、いろいろとやろうとするんですけどね、はい。で焚き木かな、多分ね薪があって、でスケート靴、あ氷じゃん、あそこ氷じゃん、じゃあここ滑っていけんじゃねっていうことでここで使ってみるんですね、はい。で使えるんですよ一応、はい、スイーくる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 スンということでね、はい。家の床抜けちゃいましたけど大丈夫ですかここね、はい、お母さんよねだったらもうさ、うまい棒買ってくんだよマジでさ、危ねえから、うん。まあまあだからね、まあ氷はフェイクだったってことなんですよね、はい。でここで焚き火をしまして、で夜間をね乗っけます、はい。そうするとですね、はい、シューンパーンということでね、なぜかね拳ができてですね、昇竜拳的な感じでね、30日目になりましたということでございます、はい。食べ過ぎました、はい、入院ですでここでなんだか分かんなかったんだ。でも入院してるからね、取っちゃいけないんじゃないかと、まあ、すぐ気づくんだこれはね、うん。で全部一応開けてみるの、うん。まあ、この後すぐ開けると思いますけども、まあ、食べ過ぎちゃダメだよということなんでしょうけどもね、この最後にしてよくわからない展開ね、多分薬でしょうかねこれね、うん、薬っていうか、まあ、点滴でしたねこれね、はい、クリアなのかよっていうねでこれで終わりなんだよまあ結局食べ過ぎると良くないよっていう、まあ、そんなゲームでしたとさ、買ってくんな。